じゃあいいよ上がって行っちゃおう。いけ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 オッケーストップストップ。やっぱなんかてかそもそもスピードが出ねえ。あーもうパワーがない。走ったら右ちょっと、もう一回下がる。もう一回下がっていこう。いや面白いっすね。いいねいいよ下がって。ほら全然よ、なんもないよ。今ハマりました。ハマりましたね。大変ですね。ハマりました。あとカーブで。いやーなるほど。しかもカーブで坂道っていう割とやばいとこでハマりましたね。これはやばいっすね。わーい、わーい。いやそうだよな。気持ちいいな。気持ちいい。じゃあ先切り返していいよ。まあそうするしかないよね。全開で一回こっち行ってもう一回下がろう。結局ね登れないんで。一回立ってきていいよ。U ターンしております。あいい感じだよ。見てみて。あいいよ。ほどほどで切り返してもいいよ。一回切り返しようかな。うん、ちょっと歩いてみる。俺ら全然歩いて滑んないでね。うん、いや君たちがね。気をつけてね、ゆっくりでいいよ。すいません。ありがとうございます。さすがにきついな。いや残念ながら残念でした、ね、ここでね U ターンします。え、向こう大丈夫か。あっちが心配だよね。ちょっと一回止める。あ、そうだ。いやー、いい年明けでございますね。年明けからいいですね。いい年明けですね。ちょっとね、結局上まで行くことができなかったんで。このライティングのおかげで我々が綺麗に映ってる。多分。いやめっちゃいいな。最高。三、二、一、ゴー。ということで、ですね、まだなんか始まりもおそらく撮ってないんですけど、もうこのまま、デイ2に多分移行すると思います。現在ですね、長野県のですね、どこだかわかんないけど、長野県に来ています。はい。今回車中泊をして泊まって、まあ泊まると言ってももう夜なんで、ちょっと泊まって休んでいるっていう感じです。はい。現在、外気温がマイナス13度ということで、ちょっと、ものすごく寒いんですけど、まあ、なんか、うん、綺麗、久しぶりに綺麗だなっていうのを、はい、冬の雪景色を見るのは久しぶりなので、はい、非常に興奮はしておりますね。はい。最高です。ちょっと、死ぬほど寒いんで。ということで、おやすみなさーい。どうですか？やばい、やばい。あ、音弾入ってるの、これ。おはようございます。めっちゃ寒いですね。夜よりはマシです。マイナス8度。
よし、この中にコンロを入れてお湯を沸かしていきたいと思います。うるせえ、うるせえ。ということで、ここもバイバイかな。バイバイだね。ですね。はい、もう何も見えなくなりました。今雪降ってます。天気もいいけど雪も降ってますね。ということで、次行きましょう。清里というところにやってきました。清里駅ですね、まあ、人は誰もいないんですけど雪が結構積もった感じですね。滝に来ました。なんとかの滝です。あー寒い。てんのやなんだけど、助けてくれた、ありがとう。あー怖いよ。いやー、ここはですね、今第五札ラインというですね、山梨県と埼玉県にまたがるのかな多分っていうところでですね、新しく今道路がこっち旧国道でこっちが新国道で綺麗になってるんで走りやすいんですけど、いや寒い。また雪に戻ってきましたね。また戻ってきてまた戻ってきましたね。ということで、あの束の間の楽しい 休日はここら辺で終わりにしたいと思います。寒い。またね、ちょっと雪のとこ行きたいね、いつかね。行きましょう、行きましょう、はい、ということで今回の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと短いと思いますが、ありがとうございました。またね、バイバイ。サビが来ない来ない